原下野の2人でも歌プリ放送局オールスターのコーナー男気全開報告会で、下野さんが業界に入ってからマネージャーに言われて実践していると話した男気とは何だったでしょうか。マネージャーに言われて、なんだろう、なんだろう、男気マネージャーに言われて、なんだ、マネージャーじゃなくて先輩とかだったら若いやつにおごれとか、ね、おごれはそう、それは言われてます。マネージャーは言わないよね。待って、俺も全然覚えてないぞ。お前それ覚えとけよ。そうですよね、結構大事なことじゃんそれ。なんだろうな、マネージャーに言われて実践しているんですよね。若いやつを潰せとかする。でもマネージャーだったら、そんなことマネージャー言わないですよ。逆か。なんだ、あ、飲み会での男気なんだ。飲み会での男気。なるほど。ビールを飲みすぎるな。あ、思い出した。お、わかったわかった。それかそれか。酒、継がれた酒は残すな。お、おお、すげえ。そういうことか。はい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 。これもう昭和だね。そうですね。今もうこれコンプライアンス的に言うなって言われてるやつですよ。あのね、これね、なんで忘れてたか分かりました。うん、あの、自分はそのつもりでいるんですけど、うん、下野さんこれ以上飲むとダメだからって止められて、酒を取り上げられるからです。だから、あの頃とは今は違うんですね。違うんですよ。今は下野に継ぐなだし。継ぐななんです。継がれたら飲むななんです。そうそう。継がれても。